はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。感想の方よろしくお願いします。感想。割と、なんだろう、マッサージってその受けた時に気持ちいいっていうのがイコール体にいいっていうのと関係があったりなかったりするじゃないですか。はい、で、今受けた中で気持ちが良かったのは背中のストレッチがすごく気持ちよくって、うん、なんかもう普段使ってない部分がすごく伸びてる感じがあったんですけども、これも家に帰ってみると後で肩が軽いとか車運転してたらすごいハンドルがよく回るぞとかっていうのが出てくるのかなと思うんですけども、ひとまず背中が気持ちいいですね。あ、よかったですね。はい、その最初に何だったっけ、どうなったらいいかなっていう、ね、方向性の話をしたと思うんですけど、比較的その方向に沿った施術をしていただけたのかなと。あと、もうこれは案外一晩寝てみたりすると結果がパッと分かるんですけど、現時点で80点とか90点ぐらいの、はい、満足度かなって思います。あ、ありがとうね。これが一晩寝たら100点になるかもしれない、150点になるかもしれないですけど、はい、そんな印象です。なるほど、はい、ありがとうございました。一番初めに受けられた時はなんか、はい、その後あれは何か変化とかありますか？初回の時ですね、初回で一番印象的だったのは内臓のマッサージ、を受けて、割とお腹がピーピーになったっていうのが印象が大きかったです。で、それがかなり印象が強かったので、あまりここが劇的に良くなったなっていうのがないんですけれども、逆に悪い印象が全くなかったので全体的に少しずつ良くなってるんじゃないのかなと思います。ちょっとこんな説明というか感想だとうまく伝わらんと思うんですけれども、まあ正直な話、悪いと思ってたら2回目来てないので、そういう点で言えば良かったのかなと。で、なんだろう、体調って良くても気がつかないけど悪くなると顕著になるじゃないですか。そういう意味では悪く感じる部分が少なかったですし、なんだろう、何も考えずに生活してるんで良かったんじゃないのかなと思ってます。なんか消極的なコメントになってしまってすみません。とんでもないです、はい、ありがとうございます。貴重な意見、はい、じゃあまた、はい、またよろしくお願いいたします、はい、ありがとうございました。失礼いたします。